切りの紹介ということで、今回は1月から放送の2023年新作冬アニメ7選、僕が見た中でも面白かったものを厳選して紹介します。そして最後にポケモン最終章の話も軽くします。今年の冬は秋とは全く違うジャンルで、特にラノベに力が入ってましたね。今回は放送日込みの軽めの紹介で、一切ネタバレはないので安心してください。じゃあまずは個人的に推してる作品、とんでもスキルで異世界放浪飯。原作はラノベで13巻まで出ており、漫画は9巻まで出ていて、スピンオフ作品も7巻まで出てます。累計発行部数はなんと450万部、放送前からかなり人気の作品ですね。あらすじは、料理が趣味の普通のサラリーマンが異世界に召喚され、与えられたスキルがなんとネットスーパーという元の世界から買い物ができるという独特すぎるスキル。このスキルをどのように使いこなして冒険を進めていくのか、元の世界の食材は異世界ではどんな扱いなのかというところが面白みで、仲間もどんどん増えていきます。実は料理よりも冒険が中心で、発想力が面白い作品です。そして制作はマッパさんということもあり、 PV の作画がかなり綺麗でめちゃくちゃ美味しそう。僕は料理関連の作品が好きなんで、かなり期待している作品です。放送日は1月10日23時45分なんとアマプラとヒカリ TV 独占です。アマプラなんでギリセーフ。2作品目、久保さんはモブを許さない。原作は漫画で11巻まで出ていて、累計発行部数は100万超え。設定を話すと、主人公はかなり影が薄くモブキャラと呼ばれる存在で、クラスメートの隣にいても気づかれない。担任には出席しても欠席扱いされるほど影が薄い。誰にも認識されないんです。でもヒロインの久保さんだけは彼を認識することができるんです。つまり特別な存在なんですよね。この2人のラブコメ作品となります。この作品の魅力はシンプルに、久保さんの発言にインパクトがある作品で、一枚絵が強いイメージなんで、アニメでそれをどう表現するのかが楽しみですね。そして声優、実はかなり熱くて、久保さんシリーズだけ紹介すると、久保渚、花澤香菜さん、久保明、伊藤美久さん、久保咲、天宮空さん。久保家気合い入れすぎやろ。そして制作会社はパインジャムさん。アニメの例を挙げると、過激少女、 Do it yourself、 この2つどっちもクオリティ高かったんで、久保さんも力入れてくると思います。放送日は1月10日24時半 ABEMA などが最速配信です。3作品目、スパイ教室。原作はラノベで、本編は全8巻、漫画はまだ3巻のみで、累計発行部数は50万部。この作品は話を理解するとかなり面白い作品で、舞台は対戦後で、武力衝突ではなくスパイによる影の戦争が主流となった世界です。そこで任務成功率 100% の凄腕スパイのクラウスが、死亡率9割を超える不可能任務に挑む機関、ともしびというチームを作ります。そこに選ばれたのが7人の少女。その7人には授業の一環としてクラウスを倒すことを命じられます。その中で騙し合いが始まるというもので、シンプルに設定が面白いのと、キャラ魅力は声優が熱いのも加味して、今期トップクラスになると思います。新作の中でもかなり注目されてる印象で、 SNS が一番盛り上がるアニメになる気がしますね。ちなみに制作会社はフィールさんで、俺ガエルとか僕たちのリメイクを制作した会社です。放送日は1月5日23時から ABEMA と D アニメストアで最速配信です。4作品目、犬になったら好きな人に拾われた。原作は漫画で全7巻。あらすじは、目を覚ますと体が犬になってしまい、好きな人に拾われる。つまり犬目線で好きな人のプライベートが見れる、いわゆる大人の作品で、犬なだけにアングルがすごい。ここ最近で一番攻めてる作品で、規制だらけになることでしょう。でもこれ実は抵抗がなければ、話も普通に面白くて、キャラデザも可愛いキャラが多いんで、気になる方は見てください。ただ身内には紹介できない作品ですね。漫画を見てから見ると、どこまで再現するのかが気になりますね。最速放送はアベマで、1月5日24時からです。ちなみにワンダフルバージョンという犬の目線そのまま見たい方は、10日まで待てばアベマと D アニメで見れます。5作品目、お隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた件。原作はラノベで全8巻、漫画はまだ2巻のみです。累計発行部数は100万部を突破していて、あらすじは、最近一人暮らしを始めた高1の主人公の隣には、天使のような学校1の美少女が住んでいて、ずっと関わりはなかったんですが、雨の日に傘を貸したことがきっかけで、主人公の堕落な生活が知られて、そのお世話から交流が始まり、少しずつ関係が良くなっていくという王道のラブコメです。これはシンプルにキャラデザが良くて、天使のちょっとした表情の変化がいいんですよね。制作会社はプロジェクトナンバーナインさん、弱キャラ友崎くんとかスレカノとかを制作した会社です。最速放送は1月7日22時半からアベマのみ先行配信です。6作品目、お兄ちゃんはおしまい。原作は漫画で、累計発行部数は50万超え。設定は、天才科学者の妹に主人公は怪しい薬を飲まされ、女の子の体になってしまい、女の子の生活を知っていくという話です。これ想像以上に面白いです。異世界ではなく現実世界で女の子の現実を知っていくという部分が良くて、もし女の子になったらこういうことになるのかとか、想像がしやすい構成になっていて、漫
ものはショートの内容が多いんで脚本次第では人気出ると思います。制作会社はスタジオバインドさんで無色転生が有名ですね。最速放送はアベマで1月5日25時から。7作品目ともちゃんは女の子、原作はなんと4コマ漫画で現在全8巻出てます。4コマ作品といえば去年バズったボッチザロック、つまり構成次第で大きく評価が変わる作品。簡単に設定を話すと、ヒロインのともちゃんは女の子ですが周りからは男と勘違いされることが多く、幼馴染の純一郎にも男扱いをされます。でもともちゃんは純一郎のことが好きなんです。しかし告白すると冗談だと思われ親友としか思われていないんです。それを悩みクラスメートに相談したりいろんな方法でアプローチしていく、だけど全く伝わらないというギャグ多めのラブコメです。この漫画の強みはこの2人以外の強烈な個性を持つキャラにあって、漫画だとサクサク読めてテンポもいいんでアニメだとどうなるのか楽しみです。制作会社はレイデュースさんで最近だとヒロインたるものを制作した会社です。新作アニメの紹介は以上です。他にも面白いものはまだまだあるんで放送時に随時紹介していきます。今期もダークホースが出てくる予感。では最後にポケモンの話。なんとこの冬サトシ引退します。その最終章がこの冬に放送されるんです。そして4月からは主役交代、ピカチュウすらもいなくなるんです。ポケモンの放送が始まったのはなんと1997年、25年以上前の話なんです。僕はちょうどそれくらいに生まれたんで完全ポケモン世代で、サトシを見て育ってきて初めてしたゲームはポケットモンスターピカチュウ。2歳の時にゲームを始め、それで日本語を覚えたらしくて、寝る時は幽霊が怖くてビデオテープでポケモンを流せば眠ることができ、このようにサトシにお世話になった方は多いと思います。そんなサトシがついに引退、25年以上求めてきた夢ポケモンマスターになることはできるのか。1月13日から全11話で放送。この最後はぜひみんなで見届けましょう。という感じで今回の動画は終わります。この動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。